電車に乗って旅行するときに楽しみなのはこう駅弁でございますけれども、考えてみるとあんまりこう東京この辺り有名な駅弁というのはそんなにありませんけれども、まあ、一つありますのが横浜崎陽軒のシウマイ弁当です、ね、これはまあ値段もお手頃で1000円を切る700何十円というような値段ですね。いろんなものが入ってて、でここのシウマイは冷めても美味しい、大変結構なものでございますが、ある時島本さんはこのシウマイ弁当を歌にしようとこう思い立ったわけでございます。でこう買ってきてあげてみて、あまりにもいろんなものが入ってるんで今の歌のように一つに感情移入することはできませんでした。そこでとある女の歌として作り上げたものでございます。その名もズバリシウマイ弁当です。逃げるあなたを追いかけて南へ向かいます。手にはあなたが好きだった伊藤園の多いお茶。横浜シウマイ弁当です。